私たちは今から釣りの体験をします。私は釣ったことないから、なんかできるかな。 Have you tried fishing? Never. デモンストレーションを見ましょう。デモンストレーションここにかけて、シュル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 で、おもりつけて、セット OK。 何でできてますか？エビ、シュリンプ。あー、シュリンプで、フリン。さよなら。さよなら。今サバを釣った今日の夜ご飯です。皆さん頑張らないと今日はちょっと夜ご飯がなし。おいしょ、またサバゲット。すごいすごいすごい、でかい、でかい、いい、いい味、グッドサイズ、ナイスサイズ、ナイスサイズ。サブスだ。私もやってみようかな。じゃあ私も釣ってみます。じゃあこれを中に入れるね。1、2、3。じゃあ待つ、待ちます。お、なんか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 来てるね、来てるね。嘘、早い。お、なんかなんか、あ、小さい、小さいけど小さすぎる。かわいそう、あーかわいそう、あーかわいそう、あー逃げてた。あーいやー、悲しい、逃げた。私は負けた、魚に負けちゃった。リベンジします。アビに負けた。オッケー。でこれをカーブして、さよなら。ここで待ちます。今回魚に勝つのかな、勝ちたいな。お、いい、来た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 来ました来ました。おお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 。魚ちゃんが頭良くなったかお腹いっぱいになったかわからないけど、何も釣れなくなっちゃった。今はラストです。結局釣ったのがこれぐらいだよ。みんなお腹いっぱい夜ご飯食べれるね。次は牡蠣作りの説明があるそうです。Explain the how to make oysterこれ。なんでそんなところところにできるの？か、殻に牡蠣がひっついて、はい、ついて。牡蠣の牡蠣についてるやつをちょっと上に上げようとします。でこれは落としたら1万円パーになっちゃうからちょっと。よっしゃ。OK、ready? ちょうど大変。やば。いいね、出て出て出て。落とそうとした。大変そうな作業をやってると思う。で今からはまた新しい体験、アサリさんを見に行きます。
このアサリ養殖の方法を体験してもらいたかったけど、今日雨やもんね。ちょっとこの袋だけを持ってきて、今日本の全国的にアサリっていうのがすごく減ってきて、もうほとんどアサリが取れなくなった。で、なんとかアサリを増やしたい。で、今一生懸命頑張ってます。僕らのアサリ養殖のポイントとしては、このカキ殻、アサリを増やすため。はい。ちょっと一つ。ほら、これアサリ。この袋にこの石とかこれを入れとくと、勝手にこんだけアサリが入ってくる。でもこの袋の周りのところを掘ってもアサリは全然出てこない。この袋の中にだけこのアサリが入ってくる。体験と言われたら、働かせる どうでしょうね仕事をやらせるという感じでアサリを取りたいと思います。明日の朝ごはんが美味しいものができるように頑張ります。行ってます。死んでたな。ギリギリ行けるような。そう、うまそう。終わりました。これが取れた。これはあの朝の朝ごはんに、朝ごはんの十分、そう十分いっぱい取れた。やっぱいい体験だった。体験ありがとうございました。とても楽しかった。いい体験だった。初めてやったことなので、今日のいろいろな体験が終わりました。今からはその体験のフィードバック皆さんと共有して、5時から料理をしてから食事会が行います。今日のビデオをこちらで終わりにしたいと思います。この動画が面白かったならぜひいいねボタン、高評価お願いします。またチャンネル登録してない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。また3日後に次の動画がアップされるので、その動画でまた会いましょう。次の動画もまたコバだと思うので楽しみにしててください。バイバーイ。